まあなので、じゃあせっかくだから一応カメラも回してくる。まあサブちゃん扱いだったらね、まあ、これぐらいのクオリティでももういいだろうということでね。じゃあ撮ったのこれいつ出すんだろうなって思います。まあまあまあ、ちょっと大阪メトロのターミナル駅完全制覇の旅の、ちょっと小休止させて、このサブちゃんでとりあえず回数稼いとこうかなと。で、時間作って、ところに、恵方巻きのやつ挟み込むと。多分中盤終盤から恵方巻きが怒涛の勢いで1日2本とか動画投稿になるとは思いますけどね。問題はそれをね、差し替えて差し替えてっていうような形も、ああ、そうだ、ここできたんだったっけな。ああ、しまった。意外と入りにくい。あ、こっちから入れるんよ。せっかくやからちょっと前に変えましょうか。新しく、そう、中性バイパス、ここから出来上がったんですよね。つい先にですけどね。ここからも入れるんだ。で、前の中央分離帯のところ外したんで、あ、入れねえや。いいや、旧道の方で行こうかなと思ったんですけど。これ中性バイパスでね、ズトンと行けるんやと、あれなんですよね。まさか方面の情報収集ができますからね。いざとなったらグッティも切るのか。ゼニアかね。グッティ。でもね、確かね、去年ゼニアグッティ遅かったんだよな。それで結局3回行った記憶あるもん。ドカベンをなんか3回食べた記憶あるもんな。ゼニアの。そう。とりあえず南方面だと、まあ、ベーシック、牛トラ。まあまあまあ、鈴鹿でも取れるんですけどね。何せね、仕事がね、本格的に始まると。なかなかそのあたりも取りに行きにくい。去年はね、確かね、あんまり、仕事自体がそんなに忙しくなかったはずなんですよね、去年。ただ今年はね、相当忙しくなるだろうという予想なんで、ちょっと、そこのところがね。こういう感じなんや。バスバスバスっと合流してきて、そのまんま、まっさっきしてる方ね、行けますよと。ここら辺は平面鉱山なんですね。この辺りか。じゃあちょっとね、メンバーからの理由、まあ、キシさんですけど、結構信号が多いから、なんか思ったほどなんか、スーッと行けるっていう感じではないねっていう話を聞いとったんで、なるほどな、確かにな。でと、ちなみに、まあまあ、最長が俺あれとして、まあ、映ってたと思いますけど、初手からもう、モンスターぶっ放してますからね。うん。それぐらいには、万全ではないです。そう。なんでね、どうしようかなっていうところでね、一応、土日、今日、金曜か。土日使ったか、もしくはもう一泊で、一泊するか、日帰りかでね、一応、簡単な動画を作る予定は、計画はさせましたけど、それは正直体調も悪いしね、うん、ちょっと戻らないときついね、うん。一応ね、やろうと思ってた企画案はね、いろいろと代替案とかをいろいろと考えてもあるんで、何かしらがあるんですけど、実行するのがなかなかね、それこそその、サメちゃんのネタを大解放するっていうね、ネタプレゼンのね、回とかを作って、いざとなったら、部屋取りで、
動画撮ろうかなと思ってます。これでそのまま砂漠を抜けるんだよな。さっきのところ、ここも全部信号ないよね。なるほどな。ここで前まで繋がってくるとこら辺か。この先側でだよね、鈴鹿サーキット一帯の方からそのままずっと先に繋がっとったところやから。まあ、とはいえね、四日市と比べると本当にバイパスの進捗がスムーズでしたね、鈴鹿は。四日市まだ全然出来上がってないですもんね。いつ出来上がるんでしたっけ ?2026 年だっけ、まだ2年先で、一部供用開始にやっとできるかなっていうところでしょ。まだまだ先ですね。なんだ、北西インターの方が先に開始するのかな、東海環状乗車道のね、北西インターができて、北西インターが養老までね、繋がると、高速の面が非常に良くなるんでね。それこそ、養老前繋がったら一気に、あれのルートも変わりますね。東海環状乗車道の使い方も変わりますからね。北陸方面の抜け方も一気に、関ヶ原まで、どんどん繋がるでしょ？関ヶ原からやったら、北陸自動車道で抜けるルートにも行けるし、東海北陸自動車道でそのまま環状線でね、それが一番速くなるとは思いますけど、だいぶ直線距離が変わりますからね。それは大きいな。ああ、眩しい。カメラもう見れたもんじゃないよ、これ。うわぁ、まぶしい。こんだけ全面ダメだと、どうやったらいいのかな。これ、ぼかしでもちょっときついよね。ガウスか。ガウスかけるか。いろんなパターン試してみよう。今のところ切ってあって、ずらーっと並べて、それで一本にする。ひどい。それはひどい。でもちょっと、比較対象としてサンプリングに作ってみたいのは気もする。公開するかどうか置いといて。しかし見にくいね。冬はどうしてもね、太陽が、低いからな。この時間でもパリパリ見にくいね。